はい、公認会計士税理士の山田真也です。目指せ50万円個人事業主小企業がもらうべき補助金はこれだです。お送りする内容は、ついに事業再構築補助金の正体が判明、令和3年の持続化補助金は今がチャンス、そして一時支援金の現状についてお話ししていきたいと思います。というわけで本日はですね、個人事業主フリーランス、あとちっちゃい会社の方はですね、いろんな補助金助成金があるんですけども、もう結構乱立していて分かりづらい状況になっております。今ですね、2021年の3月21日なんですけども、現時点でも事業再構築補助金、ものづくり補助金、持続化補助金、そして一時支援金と複数の補助金助成金があります。で、今日はですね、まあ、それぞれの違いと特徴、そして最新情報を、まあ、ざっくりとお話しようと思っております。まあ、補助金の入門編っていう感じですかね。今日の動画をご覧いただければなんとなく全部把握してますよっていう感じになると思います。ちなみにですね、この順番なんですけども、下から上に行くほど難易度が高くなっております。そして今回はですね、今年から大きく変わる事業再構築補助金、持続化補助金、一時支援金についてお話ししたいと思います。それではまずですね、今年スタートする事業再構築補助金についてお話したいと思います。今から1ヶ月ぐらい前にもですね、解説しておりますので、まあ、よかったらその続きということでご覧ください。予算が 1.1 兆円というものすごいでかい金額になっております。内容はですね、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換というのをする場合、そこにかかる経費ですね、中小企業通常枠ですと、まあ、100万円からマックス6000万円まで補助しますよと。で、補助率が3分の2ということなんで、9000万使うんだったら6000万出しますよという制度でございます。で、要件はですね、まあ、過去のですね、まあ、3ヶ月の売上合計が前の年とかと比べて 10% 減少しているよとか、事業計画をですね、認定支援機関や銀行と一緒に組んで作ってくださいねとか、付加価値ですね、利益とか企業とかをまあ 3% 増やしましょうといったものがあります。で、事業再構築補助金の中にですね、緊急事態宣言特別枠というのができております。従業員5人以下ですと100万から500万円まで補助率が4分の3出ますよというのがあります。で、要件はですね、今年の1月から3月のどれかの売上が時短営業とか外出自粛の影響で 30% 減少してますよというのが要件になっております。計画とか付加価値額は先ほどと同じです。で、ここまで聞くと、あ、事業再構築補助金って結構使えるなというふうに思っていたんですが、つい最近ですね、事業再構築補助金の詳細が発表されております。その中でですね、いろんな要件が実は追加されたんですね。先ほどのですね、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換をする場合は、製品等の新規性の要件、市場の新規性要件、そして売上高 10% 要件、もしくは売上構成費要件というのが追加されております。この売上構成費要件っていうのは、例えば事業転換とか業種転換する場合は、3年後か5年後かに新しく転換した事業とか業種がですね、自分の会社の中で売上が最も大きい事業になってなきゃいけないよっていうことです。つまり新しいことを始めるんだったら、その売上が今やってるお仕事よりも増えてなきゃダメだよねという計画をちゃんと作ってくださいねという要件です。で、まあね、新規事業始めなら売上の 10% 以上は、ね、占めてましょうとか、新しい事業は一番売上が多くないとねっていうのは、まあまだわかるんですけど、この製品等の新規性要件とか市場の新規性要件なんか、これは実はちょっと厄介でございます。例えば製品等の新規性要件なんですけれども、これね、サービス業の方はサービスの新規性要件というふうに読み替えていただいて結構です。で、1、過去に製造した実績がない、つまり全く新しいところを始めてくださいねってことですね。で、2、製造等に用いる主要な設備を変更してくださいねっていう要件で、3、競合他社の多くがすでに製造等をしている製品等ではないということ、だから他がみんなやってることをうちもやりますよじゃダメなんですよね。で、4、定量的に性能または効能が異なると、つまり、まあ、これまで作ってた釘、これ自動車用だったんだけど、全く同じのやつが飛行機用でも使えますとか、まあ、そういうのじゃダメなんですね。やっぱりそもそも性能とか効能が異なる新しいものを作ってくださいねという意味合いだそうです。で、もう一個の市場の新規性要件なんですけど、1、既存製品等と新製品等の代替性が低いと、つまり違うことやってくださいねということですね。例えばレストラン、料理店がオンライン料理教室始めますよ、これは OK です。料理店と料理教室でね、全く別物ですからね。でも、アイスクリーム屋さんがかき氷を始めるのはダメだそうです。つまりかき氷を始めるとアイスクリームの売り上げが減るからということですね。で、アイスクリーム屋さんがバリアに特化したアイスクリーム屋さんの店舗を作ってもダメだそうです。これもあんま変わってないよねということだそうです。事業再構築補助金でね、指針とかが出てるんで、そこに結構詳しい具体例が出てるんで、そちらもぜひ合わせてご覧いただきたいんですが、結構細かく難しいんですよね。特にですね、個人事業主とかちっちゃい規模の会社ですとですね、料理店しながらオンライン教室もやるよってなかなか人手がいるので難しいですよね。
ここら辺が難点だなと。で、あとこれ任意なんですけど、既存製品等と新製品等の顧客層は異なると。これもやった方がいいそうです。まあ任意なんでね、必ずじゃないんですけれども。で、これらの製品等の新規性とか市場等の新規性とかを打ち出したような事業計画を作らないといけないとなると、結構難易度が高いと思います。そもそも事業計画をですね、なかなかちっちゃい会社って自分では作れないので、専門家に頼んだ方がいいレベルかと思います。ちなみにですね、こうした補助金の流れなんですけど、まず応募します。事業計画書とかを作って応募します。で、審査を経て決定されます。そこでね、採択はどれぐらいされるかっていう採択率というんですけども、事業再構築補助金に関しては、これからスタートする制度なので、今のところわかりません。で、実際にその計画通りに実施して、要はいろんな設備とか経費とかね、いろいろ使って、それを報告して検査があって、でようやく支払われると、こういう流れでございます。今回特別の枠の場合はこの審査が早いのが特徴なんですけども、実際ですね、ある程度のお金がないと設備とか経費使えないので、なので銀行から借り入れをしながらいろんな設備を買って、で最後に支払われたらそのお金で銀行にお金を返す、まあ、こういったのが一連の流れとなっております。ちなみにこの流れ自体は今からご紹介する持続化補助金も同じと思ってください。というわけで持続化補助金の話をいたします。持続化補助金はですね、去年も私解説しておりますが、この時は結構僕否定的だったんですね。しかし今年の持続化補助金で言いますと、まあ、少なくとも事業再構築補助金よりは個人事業主ちっちゃい会社には向いてると思いますし、で去年の採択率を見ると結構使えるんじゃないかなっていうふうに最近思っております。軽く解説しましょう。持続化補助金、小規模事業者持続化補助金とも言われるものです。で一般型はですね、今年は上限50万円補助率が3分の2でございます。3分の2お金が出てきます。で今ね第5回の受付やってるんですけども、6月4日までが締め切りなのでまだ結構時間はありますね。で新しい低感染リスクビジネス枠っていうのができました。こちらはですね、上限が100万円補助率が4分の3というふうになっております。でそもそもですね、持続化補助金はですね、まあ、小規模事業者、まあ、これ会社でも個人でもいいんですけども、商業サービス業の場合は5人以下、宿泊業娯楽業の場合は20人以下で、製造業その他の場合は20人以下の従業員数だよっていうまず縛りがあります。で補助対象なんですけども、店舗の改装、チラシ、広告掲載、ホームページ、EC サイト、で営業ツール、あと専門家からの指導料など、まあ、こういったものに使えます。でね、政府が作ってるパンフレットもですね、堂々とですね、ブランド力を高めたい、商品を宣伝したい、でホームページを開設したいということで、結構ホームページをこれから作るよって方には非常に向いてます。でホームページ業者もこの補助金に結構詳しいところが多くて、ホームページ業者が手伝ってくれるっていうケースもあります。なのでこれからネット頑張ろうっていう人はですね、非常に向いてる補助金だと思います。で採択率なんですけど、まあ、去年の場合はですね、序盤 90% でした。で 2,3 ヶ月に1回ぐらいね、公募があるんですけども、最終的には 29% も下がってます。なのでやるなら今がチャンスです。このね、春先にやると、まあおそらく採択率が高いんじゃないかなというふうに思います。後になればなるほどですね、採択される数は減るし、応募する人は増えるしっていう状況なので、本当にここまで落差があるっていうのもなかなかなので、皆さん準備するなら今のうちです。でどういったものが経費になるかと申しますと、例えばですね、機械装置等費の場合ですと、まあいろんなね、機械とか装置とか設備が経費になるんですけども、汎用性、目的使用外になり得るものはダメです。つまりパソコンとかタブレットとかハードディスクとかサーバーとかプリンターとか複合機とか電話機、自転車、ソフトウェア、事務用のものとかはダメなんですけれども、逆にそれ以外は大丈夫ということですね。で他にもですね、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、専門家への借金とか委託費で外注費などがこの補助金の対象になっております。で今回新しくできたですね、低感染リスク型ビジネス枠に関してはですね、要はポストコロナ社会に対応していて感染対策費とかも出してねというですね、いわゆるまあオンラインにしていくよとか、飲食店ならね間仕切りつくよとか、まあそういったのに当てはまる枠です。でこの低感染リスク型ビジネス枠についてはですね、2021年1月から3月の売上がまあ去年とかに比べて 30% 減少していたら、さらにプラスアルファで、普通の場合でしたら感染防止対策費がですね、補助金に占める割合が4分の1までっていう上限があるんですが、それが2分の1まで使っていいですよというものだったり、加点されます。この加点って何かっていうと、補助金っていうのは点数制なんですね。事業計画書とかを出して、で、それぞれですね、この審査員の人が点数つけていくんですね。で、点数が高い順から順番に採択されていくと。こういうもう学校の試験と同じなんですね。なので、売上が 30% 減少してたら加点されますから、より採択が通りやすくなるということですね。
で、この低感染リスク型ビジネス枠についてはですね、電子申請のみになっております。 J グランツというシステムを使います。で、この J グランツを使うためには、いろんなね、政府のシステムを使う際に必ず必要なこの GBIZ ID プライムというのを発行していく必要があります。まあ、これはね、 GBIZ ID プライムを持ってればいろんな他のですね、補助金とか助成金とかでも使えますから、これは取っておいた方がいいです。まあ、書類プリントアウトして書いて郵送で提出して、で 2,3 週間後ぐらいに発行されるというものでございます。で、実はですね、こちらの持続化補助金なんですけども、私がやっている税理士法人でもですね、去年申し込みました。本当にですね、書類プリントアウトして、あと事業計画もね、最大5枚までってなってるので、うちもう2枚だけにしちゃったんですけど、出す書類って10枚ぐらいなんで非常に簡単です。最初に説明した事業再構築補助金に関しては、提出書類多分事業計画書だけでも 15、6 枚はいると思いますので、労力としては持続化補助金の方が楽でございます。というわけで、事業再構築補助金、持続化補助金の話をしてまいりましたが、最後にですね、これは補助金ではなくて本当に給付金と言いますか、もらったらどんな経費に使ってもいいですよっていう、この一次支援金についてお話したいと思います。一次支援金もですね、過去にも何回かこのチャンネルでは解説をしております。詳しくはそちらをご覧ください。で、改めて復習しますと、緊急事態宣言の影響緩和にかかる一次支援金です。で、中小企業だったら上限60万円、個人事業主フリーランスの場合は上限30万円、売上高 50% 以上減少している必要があります。で、どういうところが対象かと申しますと、1、緊急事態宣言の地域の飲食店の時短営業の影響を受けたところで、2として、宣言地域の外出自粛の影響を受けたところで、地域業種問わずなんですけれども、実質的には宣言地域じゃないとなかなか難しいねというのが実情です。で、ここのですね、どこの業種までが範囲なのかっていうのが、国の方も発表するかなと思ったら、現時点では発表がないです。なので、こちらをね、申請要領にある業種だったら、まあまず大丈夫だと思うんですけれども、それ以外の業種に関して言うと、もう自己責任で判断して、まあ影響あるかなと思って提出すると、まあそういうしかちょっとなさそうですね。自分のところは該当ですかっていうふうにね、電話で聞いてもズバリとやっぱ教えてもらえないですからね。で、 50% 減についてはですね、1月か2月か3月かどれかの月の売り上げが2019年か2020年と比べて 50% 以上減少している必要があります。で、今回特徴的なのがですね、まあ、オンラインで申請するしかないんですけども、まずアカウント登録をしていただいて、書類を準備して、それをですね、登録確認機関に確認してもらわなきゃいけないと。で、自分の業種が該当かどうかっていうのも別に登録確認機関はチェックしてくれません。登録確認機関はあくまでも書類が全部揃ってますかと、あと今回の一時支援金の趣旨が分かってますかと、あとちゃんとね、本当に事業してますか、まあこういった確認しかしないです。で、まあここで確認があって、 ID が発行されて、一時支援金のウェブサイトから申請ができます。で、振り込まれるという流れになっております。で、受付はですね、すでにもう特例申請も含めて始まっております。5月31日月曜日までとなっております。で、登録確認期間がね、結構ネックだったんですけども、現時点では事務局の発表と9割方が無料で含めてくれますよということはそうです。で、ホームページの方でね、検索できるんですけども、自分の地域には登録確認がないっていう場合もですね、3月24日からですね、事務局が登録確認期間を作るそうです。なので、なかなか登録確認期間が見つからない場合はここを使うのがいいんでしょうね。で、あとですね、最近ちょっと問題になってるのは、基本的に Google Chrome とか Edge とか、いわゆる PC で、かつこういうウェブブラウザでやらないとなかなか難しいっていう話がちらほら聞こえております。あとで、スマホだとなかなか難しいですね。うまく表示されなかったりする場合があるので気をつけてください。で、一時支援金もですね、不正受給した場合はですね、2割増しで返せっていうのもあるんですけども、公表しますというのもあります。で、これ結構ビジネスやっていく上ではリスクなんですけども、つい先日ですね、去年あった持続化給付金で不正受給が、まあいろんなニュース事件ありましたが、ついに公表も始まりました。こちら、こういう感じで公表されます。ただ、現時点では、ちゃんと2割増しで返して延滞金もつけたら、名前とか住所は公表されないようです。で、どっからどこまでが不正受給かっていうのも問題なんですけど、現時点で公表されてるのは、そもそも確定申告書を偽造しましたよっていうレベル、本当にひどいレベルの場合だけ公表するという感じになっているので、自分の業種が該当するかどうか微妙だっていうところで、なんか不正受給で公表されるまで至るかっていうと、多分そこまではいかない感じではあります。まあ、不正受給と言われないようにするためにはですね、ちゃんと証拠を残して、影響があるんだったらある程度ね、反論できる証拠を準備しておくということなんでしょうね。というわけで、個人事業主小企業がもらうべき補助金はこれだっていうことなんですけれども、どうも事業再構築補助金が難しいので、これから何か新しいことをやりたい、始めるよっていう方はですね、持続化補助金の通常枠か低感染リスク型ビジネス枠を狙っていく。で、一時支援金の、ね、対象になりそうな方は、これも確実にもらっておくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。
というわけで取り急ぎ2021年3月21日時点の情報をまとめてお伝えいたしました。まあ、今後もねいろんな動きあると思いますので、各補助金助成金のウェブサイト、あと経済産業省のホームページ、そして私の YouTube とか Twitter でも随時大事な情報があればご報告いたしますので、よかったらチェックしてください。というわけで、このチャンネルでは税金ベース投資経済のお得な情報とかですね、こういったですね知っといた方がいい国の制度についてできる限り端的にお話ししようと思っておりますので、よかったらチャンネル登録をしていただけますと今後のですね私の励みにもなります。どうぞよろしくお願いします。といったわけで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。